僕の名前はズンダモン。中国人なのだ。おばあちゃんとお母さんと中国北東部の吉林省で3人で暮らしていたのだ。そのおばあちゃんが先月病気で他界したのだ。おばあちゃんは死ぬ前に僕を呼び、自分は本当は日本人だ、両親はソ連軍に殺されたと言い残したのだ。僕は最初その言葉の意味がわからなかったのだ。でもそれからいろいろ調べていくうちに、太平洋戦争の時旧満州国で暮らしていた日本人の中に、戦後帰国できず中国に残った子供たちが大勢いたことが分かったのだ。おばあちゃんはそんな中国残留孤児の一人だったのだ。お母さんはそのことで随分と差別を受けたらしく、多くを語りたがらなかったけど、僕はおばあちゃんの祖国である日本という国にとても興味を持つようになったのだ。僕の体には日本人の血が流れている。もしかしたらおばあちゃんの親族がその子や孫が今も日本で暮らしているかもしれない。そう思うといても立ってもいられず、僕はどうしても日本へ行きたくなってしまったのだ。お母さん、僕日本へ行ってくるのだ。ズンちゃん、お母さんが日本という国に対して複雑な感情を持っているのは知っているのだ。でも僕はズンちゃん、一週間だけよ。あなたは私の娘で中国人なんだからね。ありがとうお母さん。大丈夫、わかっているのだ。僕は必ずこの家へ、お母さんのもとへ帰ってくるのだ。こうして僕は自転車に乗り、日本へ向けて旅立ったのだ。おばあちゃんが生まれた国日本で僕は何を見るだろう。何と出会い、何がわかるだろう。そこに一体何の価値があるのだろう。自分自身と向き合ってくるのだ。